ポミーだよー。今日の動画はですね、糖質オフレシピのご紹介をしたいと思います。はい、今日はですね、料理動画でございます。で、糖質オフレシピを作っていきたいと思います。その前にですね、今更聞けない糖質オフについて徹底解説したいと思います。はい、最近ですね、糖質オフとか糖質制限ダイエットっていうのをよく耳にするかと思うんですが、なんとなくね、文字通り理解はできるんですけど、糖質オフって何とか、糖質オフするとどういう効果が期待できるのっていうのを知らなかったので、いろいろ調べてみました。はい、まずですね、糖質とは何かです。糖質とは炭水化物から食物繊維を引いたものでございます。で、糖質は脂質、タンパク質と並んで体にね、欠かせないものです。糖質は脳や筋肉を動かしてくれる大切なエネルギーです。でも、たくさん食べ過ぎると脂肪として蓄積されてしまいます。じゃあ、なんで糖質を摂りすぎると脂肪が蓄積されてしまうのか知りたいですよね。はい、その仕組みを解説します。まずですね、糖質をたくさん摂ると血糖値がビヨーンと一気に急上昇してしまいます。で、人の体というものはですね、その上がった血糖値を下げるためにインスリンという物質を分泌します。で、このインスリンという分泌は糖をですね、エネルギーに変えてくれるんですけど、それと同時にですね、余った糖を脂肪に変えてしまうっていう力も持っているんです。なので、糖質を摂りすぎるとこのインスリンという物質をいっぱい分泌することによって脂肪が蓄積されてしまいます。ということで、このインスリンという物質を分泌されにくくすることによって痩せやすい体にしようというのが糖質オフダイエットです。で、そういう感じで、糖質オフダイエットは全く糖を取らないんじゃなくって、人間の脳とか筋肉のエネルギーに必要な最低限の糖は摂取しつつ、この余分な糖を取り除くことによって効率よく痩せようっていうのが糖質オフダイエットです。では、1日にどのくらいの糖質を取るのがいいのかっていう話です。結論を言いますと、1食 40g がいいそうです。朝 40g、 昼 40g、 夜 40g をバランスよく取るのがおすすめです。で、これ以上少なくてもエネルギー不足で弱ってしまいますし、あとは朝昼夜で糖質のバランスが悪くても効率が悪くなってしまいます。例えば、1食が 40g で1日で計算すると 120g じゃないですか。なので、あ、1日に 120g 取ればいいんだっていうことは、朝 0g、 昼 0g、 夜 120g でもいいじゃんって思うかもしれないんですけど、これはですね、やめた方がいいです。今やった食事だと夜に一気に血糖値が急上昇してしまうので、肥満ホルモン、インスリン酸が大量に分泌されてしまって逆に太りやすくなります。はい、で、糖質オフダイエットのメリットです。メリットはですね、大きく分けると3つございます。まず1つ目が代謝が良くなることです。糖質オフダイエットすることによって、自然と炭水化物の量が減って、タンパク質の摂取量が多くなると思います。で、そうするとタンパク質には筋肉を生成してくれる役割があるので、筋肉が増えやすくなります。で、筋肉が増えると筋肉が脂肪をね、燃焼しやすくしてくれるので、どんどん痩せやすい体になっていくことができます。二つ目です。塩分の摂取が増えることです。こう、炭水化物、白米とかをね、多く摂取するとどうしてもしょっぱいもの、味の濃いものが食べたくなりますよね。で、今回糖質オフをすることによって炭水化物の量が減って、こう、おかずとかの量がね、増えるので、自然と塩分を控えることができるようになります。はい、で、三つ目です。むくみの改善です。はい、糖質っていうのはですね、水分とくっつきやすい性質があります。なので、糖質をね、過剰に摂取してしまうと体内に水分が蓄積されたままになってむくみやすい体になってしまいます。ですが、この糖質オフダイエットをすることによって水分がね、どんどん体の外に出ていきやすくなるので、自然とむくみにくい体質になります。はい、ではですね、早速私の考えた糖質オフの献立を作っていきたいと思います。では、キッチンへレッツゴー。はい、アフレコのアミニーです。まずはキュウリとタコの酢の物を作っていきます。では、キュウリを2本用意して輪切りにします。で、キュウリは野菜の中でもね、低糖質なんですよ。で、あとは糖質制限中どうしても食物繊維が少なくなって便秘がちになってしまうので、便秘の改善にもいい、あ、終わっちゃった。キュウリは本当におすすめです。はい、で、タコもですね、糖質がわずか 0.1g と非常に低いです。で、あとはタコ自体に肥満予防効果もあるので積極的に摂っていきたい食品です。で、さっき、あの、キュウリだけを塩で揉みたかったんですけど忘れてしまったので、今塩で揉んでます。で、塩はですね、調味料の中でも糖質が低いので、糖質制限中は使っていいといきたい調味料です。で、お酢の方もですね、糖質低いし消化もですね、助けてくれます。はい、で、わかめを2つ耳くらい入れて混ぜます。
海藻は糖質が高いので気をつけましょう。でもわかめはですね、お腹痩せ効果があります。はい。でお皿に盛って、余ったやつは冷蔵庫に入れて完成です。一品目完成。はい、じゃあ次は完璧な卵焼きと名付けさせていただいた卵焼きを作っていきます。卵2個を割って溶きます。卵はですね、糖質も低いですし、はい、次、ビタミン C 以外の全ての栄養を含んでいます。完全栄養食品って言われるくらい栄養価が高いので、本当に、ね、ダイエットじゃなくても健康のためにたく食べたいと思います。で次にシラスです。シラスは良質なカルシウム取れるので取っていきましょう。骨を作りましょう。で、だしです。だしも糖質結構低めですね、調味料の中で。で、オリーブオイルを入れます、フライパンに。で、良質の油でしたら、便秘改善にも効きますので、躊躇なくって言ったら、取りすぎはダメですけど、取っていいと思います。で、卵を焼きます。こういう感じで混ぜながら、ね、やっていくと、ふわふわ、とろとろの卵焼きになっておすすめです。早送りにする料理の動画、私は好きです。で、はい、なんとなく半熟で焼けたら卵をかき集めて、こんな感じで集めてひっくり返します。もうね、これは美味しい。出汁が効いてとても美味しい完璧な卵焼きの完成です。はい、では次、旨味たっぷり鮭のクリームソースを作っていきます。メインの料理です。鮭に小麦、薄力粉をまぶします。で、粉類はちょっと糖質が高めなので、こういう風にしてふるいにかけて薄くつけますっていう思ったんですけど、結構ふるいから全部粉落ちて厚めについてしまったので手で払いました。薄めに、はい、手で払います。で、骨を取ろうと思ったんですけど取れませんでした。取れなかった。はい、で粉を払ってバターをフライパンにのせます。で、バターはですね、なんと糖質が 0g です。塩分入ってるものはちょっと塩分高いので取りすぎは注意なんですけど、バターも使って OK です。風味もつくのでですね。で、魚を焼いていきます。ちょっとバター多く入れすぎちゃったので、この後作るソースにこのままこの鍋使っていきます。このフライパンか。で、鮭を焼きます。で、いい感じに焼き目がついたら一度お皿に戻します。で、次にソースを作っていきます。しめじはですね、ほんとキノコすごいです。旨味のアップだったり、アンチエイグ効果とか美肌効果とか、いろんな効果あるので、キノコは本当に取っていった方がいいと思います。で、キノコ、しめじがしんなりするまで炒めます。で、そしたら生クリームを投入します。一人暮らしに最適なこのくらいの小さい生クリームが売っていたのでよかったです。で、牛乳がちょっと糖質高めで、生クリームが糖質低めなので生クリームにしました。で、ビタミン A が豊富なので生クリームいいです。で、塩コショウは、はい、と調味料の中でも糖質がゼロなのでいいです。で、醤油は糖質高めなので取りすぎに注意なんですけど、このくらいだったら大丈夫だと思います。醤油はですね、弱酸性、人間が美味しいって感じる、一番美味しいって感じる弱酸性なので、干渉効果っていうらしいんですけど、入れることで美味しくなります。はい、完成です。で、最後です。食物繊維たっぷり雑穀ご飯です。十穀米を用意しました。白米とカロリー一緒なんですけど、食物繊維が豊富です。はい、完成です。はい、糖質オフの献立完成しました。はい、で、私油を結構使ってたんですけど、油はですね、糖質がゼロです。なので糖質オフダイエット中はオリーブオイルとかごま油などの良質の油でしたら取っても大丈夫です。逆に糖質オフダイエットでは食物繊維が不足しがちで便秘になってしまいやすいので、良質の油を取って、こう、なんだろう、腸の中にある食べ物がスルンと出やすくする効果もあるので、油は取った方がいいです。で、あと糖質オフダイエットって味が薄い料理が
ができてしまうのかなって思いがちなんですけど、お塩と胡椒はですね、糖質がゼロなので、塩胡椒の味付けだったら大丈夫です。なので、味がね、すごい薄いなっていう心配もなく、食べれそうです。でね、こんな感じでやっぱり、おかずがね、自然と多くなるので、タンパク質が多く取れていいなと思いました。はい、ということで、糖質オフ献立の動画でした。この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。SNS もやってるので、よかったら概要欄から飛んでみてください。じゃあ、バイバーイ。